今日午前、胆振の厚間町にある北電のトマトウ厚間発電所で男性作業員が灰をためるサイロの中に転落し、心肺停止の状態です。今日午前10時前、北電トマトウ厚間発電所で灰を排出する装置に人が落ちて見当たらないと消防に通報がありました。消防などによりますと、転落したのは20代の男性作業員で 石炭廃除蔵サイロの清掃作業をしていて誤ってサイロ内に落ちたとみられます消防が午前10時半過ぎに男性を発見して救出活動を行っていますが男性は心肺停止の状態ですサイロは発電に使った石炭の廃をためておくもので深さは6メートルほどあるということです警察と消防が当時の状況を調べています